だからフォームとかそういったことにあまりとらわれずに最初は力の使い方とかなんかそういうのをフォーカスして作ってみたら <music> ?TX さん、竹さんこんばんは。いつも楽しい配信ありがとうございます。僕は現在大学1年で投手をやってます。175cm、65kg。大脂肪率12%右投げオーバースローでマックス 135kg ほどです。なかなか球速が上がらず悩んでいます。投球動作を見ない限り上限は難しいと思います。球速に関する竹さんのお考えを知りたいです。 球速は球を速く投げようと思った時に持っている球を持っている手の指先の移動速度をどうしたら速く動かすことができるかっていうのにフォーカスしてられてもらいますシンプルに筋肉とか筋力だけでもないというねその筋力が強ければ当然ボールを強く重みがかかってこうここにいようとするボールをドンってこう グンって送り出すこともできるかもしれないし、こう、負けないようにこの辺が強い筋肉でこう抑え込めていれば、当然こう、ボールに重力込みで、重さ込みで、パンって離せるんで強い球投げれると思いますし、筋力も当然必要だけど、下半身をね、しっかりと踏ん張ってブロックしたりとかすることにも筋力必要だと思うし、それで体の中心部、背筋とか、腹筋、肩周りの筋肉とかで支えて、 指先をパーンと走らせる、うん。準備をするために筋力も必要だし。うん。まずはこう、こういうパっていう,こう、この速度を、どれだけボールを持ってこの速度を、どれだけ高められるか、高めるためには、その高めようとした時にこう何が必要なのか。まずは手だけで。その後体を使ってとか。その後腰までこうやって移動をさせてとか。で、止めてと。 逆側に動きながら走らしたりとかで、その後足を使ってドンって踏み込んでみて、そのまま前出るのか、それとも後ろに残して投げるのかとか、いろんなこう力の、まあこうパンっていうぶつかりを使ったりとか、こう引っ張りを使ったりとか、反発を使ったりとか、いろんな力の使い方あるから、そういうのを試して、で、いいものを組み合わせて、そこからフォームができていくから、多分。だからフォームとかそういったことにあんまりとらわれずに最初は、 力の使い方とか、なんかそういうのをフォーカスして作ってみたらであとやっぱり球が速い人、150キロ以上とか投げる人とかの話をいっぱい聞くことだね。何をしてるのか。答え必ずあるから。結果出してる人の言葉の中には、自分がやってることと言ってることが一緒ではないんだけど、彼が体の中で、頭の中で思ってる感覚っていうのには、必ずヒントはあるから、 今だとなんだフルターの方程式っていう、フルターさんがやってる、ヤクルトのフルターさんがやってる YouTube で、うん、吉典くんとか、斎藤和美くんとか、まあいろんな球の速い選手たちが、速く球投げるための自分の持論を話してるけど、うん。斎藤和美くんのはね、やっぱり体格が大きいから、体格で安定した速球とか変化球を投げるための理屈が多いんだよね。 カズミ君は早く投げようと思ったらもっと早く球投げられたと思うけど、うん、球を有効に扱って、しかもあの体格で150キロを投げてたっていう、やっぱりピッチャーとしての能力の高さを感じるし、で吉典君に関しては、やっぱりあの、速い球を投げることにまずフォーカスして体をひたすら速く動かす、手先をプンって振ることにフォーカスしてたところから、それをプロのバッターにも対応できる、あ止まりを作っていくっていう話だし、 うん、そういうね、ところをいっぱい聞いて、参考にして、自分の体ならば、なら何をしたらいいのかっていう。TX さんとか、吉し君とかの話とか意外といいかもしれないね。